攻守方向変わりまして、これより第2クォーターに入ります。ここで北陸合同チーム、ディフェンスチーム、ユニット変わりました。今度はオレンジユニフォームをまとっております富山大学ファイアーウルズのディフェンスユニットでこの攻撃に対応します。さあ攻守方向変わりまして、これより第2クォーターに入ります。代表台相手陣42ヤードからセカンダウン11。攻撃方向は画面向かってスタンドから見て右から左に攻める格好に変わります。さあここでバックスを集めまして、右方向へパワープレーを展開しました。ブロッカーを固めまして、そこを力づくで突破を果たしまして、約4ヤードのゲインとしています。失礼しました、3ヤードのゲインとしています。さあここでパワープレーをまず一つ投入しました。代表台サーダン8の状況に変わります。ボールオン相手陣39ヤード。22番にラテラルパス、やや後ろに下がる後ろパスを投じました。アメリカンフットボールはその後ろのパスは何度どの選手がやっても構いません。そしてその後前パスを展開しても結構です。この権利を使いました22番、そこからパスを投じ、ワイドレシーバー0番見事にキャッチし、そのままエンドゾーンに飛び込んでタッチダウン。このスペシャルプレーによりまして大阪教育大学先制となります。タッチダウンを上げ6点獲得となります。そして立ち上がったのワンプレートライフォーポイントに入ります。代表台はキックフォーメーションを取りました。しかしここでトラブルが発生しまして、このキックプレーは失敗となります。結果的に先ほどの組み合わせたプレーでの得点は6点に終わりました。しかし大阪教育大学ドラゴンズ6点先制を挙げる形に成功しました。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けると2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点が入ります。さらにタッチダウンはその後にもうワンプレーあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これと異なったパターンとしては自分たちの自陣で倒される自殺戦セーフティーの2点があります。アメリカンフットボールの得点パターンはワンプレーですと2点、3点、6点、7点、8点の5通りになります。この足し算によって構成され、引き分けが起こりにくい得点形式になっております。そして試合は先ほど得点を挙げた大阪教育大学のキックオフで試合再開です。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合が開始されます。従いまして、失点した側が次の攻撃を得やすい状況になっています。そのキックオフを行いますが、大阪教育大学の2番の富本が務めます。南山高校出身。さあリターンユニットは福井県立大学が務めます。リターナーに13番と18番を配置しました。さあリターンに入った、抜けている、さあ右オープン独走している、北陸合同。ここで福井県立大学リターンユニット素晴らしいリターンを決めました。一気に相手陣に入りまして、この位置からの攻撃と変わります。
素晴らしいリターンをしましたが、福井県立大学の18番のリターナー吉川、大手門学院高校出身の2回生です。さあ失点しまして不利になりました北陸高校ですが、このキックオフリターンで大きなきっかけを得ております。相手陣32ヤードの絶好の位置からの北陸高校ファーストアンテン、その素晴らしいリターンを決めた福井県立大学ユニットで競います。さあここで中央へのランプレーを投入しました。キャリアは22番でしたが、しかしここで大兄弟77番見事なチャージでゴールへ。素晴らしい対応をしまして、このランプレーを獲得なしとしました。見事なタックルをしましたのは大兄弟77番の中西。さあしかし北陸ゴールを有利な位置にはあります。相手陣32ヤードからセカンドアンテン。パス不成功です。ここで右に展開したワイドレシーバー14番にパスを投じましたが、14番これをキャッチミス、パス不成功となりまして、サードダウンに変わります。北陸合同相手陣32ヤードの位置からのサードダウンテン。プレッシャーありながら右に展開したワイドレシーバー13番にパス、失礼しました。このパスは成功していますが、攻撃権更新になったでしょうか。わずかに届いておりません。フォースダウンに変わります。しかし見事なパスキャッチでした。素晴らしいキャッチをしましたのはワイドレシーバー13番の上野でした。三国高校出身の2回生。さあここで審判団によるホイッスルが吹かれまして、現在タイムアウトはレフリータイムアウトが入っております。先ほどのプレー攻撃権更新になったかどうかの判定を協議しているようです。誰のプレーは攻撃権更新になりました。先ほどのパスプレーにより10ヤードのラインを超えておりましたので攻撃権更新です。北陸高校のファースト際どい判定でしたが、見事攻撃権更新となっています。これにより北陸合同1回目の攻撃に戻りました。ボールオンは相手陣22ヤードの位置からの北陸合同ファーストアンテン。クォーターバック1番ここで左方向に展開してパスを投じようとしましたが、そこからスクラム、緊急発進のランプレーを決めまして約7ヤードのゲインを覚えました。素晴らしい判断で距離を獲得しました。クォーターバック1番は田島、三国高校出身の3回生。北陸王道セカンドダウン3、2回目の攻撃、攻撃権更新、必要距離は3ヤード、そしてボールオンは相手陣16ヤードの位置にあります。ここは大兄弟ナイスディフェンス。今度は左方向にランプレーを展開しようとしましたが、ここでディフェンス陣が殺到、このランプレーを阻止しております。北陸合同サードダウンに変わります。北陸高のサードダウン3、
パス不成功。クォーターバック1番その走力を生かし右スプリントアウト、そこからランパスオプションでワイドレシーバー18番にパスを投じましたが、わずかにこのパス通らず、パス不成功に終わりフォースダウンに変わります。さあ北陸合同は最後の攻撃権フォースダウンに入ります。この最後の1回の攻撃どのように生かすでしょうか。フォーメーションを変えました。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングスは32ヤード。さあここでホイッスル、チームタイムアウト、福井県勢前半1回目。ここで北陸合同前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。ここが勝負どころと見ましたが、北陸合同まずここで前半1回目のタイムアウトを取りました。 YouTube でこの試合をご覧いただいている方はチーム名の下側に黄色いバーの表示があります。このバーの残り数がタイムアウトの残数とご承知いただければ幸いです。北陸合同は反撃と狙わすキックオフリターンにより一気に有利な位置を作りまして、相手陣15ヤードの位置にボールを進めていますが、状況はフォースダウンに入りました。さあこのタイムアウトをどのように使うでしょうか。フォーメーションはフィールドゴールフォーメーション、キックフォーメーションを選択します。キックレングス32ヤードのフィールドゴール。しかし不成功。飛距離十分でしたがそのコースそれました。結果的にこの攻撃は無得点という形になりまして攻守交代となります。攻撃権は変わりまして大阪教育大学に変わります。北陸合同絶好の得点機でしたが、しかしこのフィールドゴール失敗に終わりまして結果的に無得点という形に終わりました。さあユニット変わりましてディフェンスチーム富山大学ユニットに変わります。大兄弟自陣20ヤードからのファーストダウン10。パス成功。まず大兄弟パスプレーから入りました。中央付近にいましたワイドレシーバー88番タックル受けながら見事キャッチしまして約6ヤードのゲインです。見事なキャッチを決めました大兄弟88番の選手は山上、春日岡高校出身の2回生。大兄弟セカンダウン4、さあまだ行く。再びパスプレー。クォーターバック55番ワイドレシーバー6番にパスを投じまして6番キャッチアンドランして約2ヤードのゲインとなっています。しかし富山大学ディフェンス陣も踏ん張りましてサードダウンの状況に持ち込んでおります。大兄弟サードダウン2、ボールオンは自陣28ヤード。ここでランニングバック34番にハンドオフしまして中央突破させて攻撃権更新です。大阪教育大学ファースター富山大学66番エルベチョークです。
ワンプレーでください。大兄弟ボールを自陣36ヤードに進めましてのファーストダウンプレここでホイッスル、ウォータータイムです。レフェリータイムアウト、ウォータータイム。ここでウォーターブレイクが入ります。現在天候は曇天になっておりますが、しかしかなり多湿な状況です。審判団ここでレフェリータイムアウトを入れました。ここで先ほど反則の一つにありました無資格補給者のダウンフィールドの侵入に関して説明を補足いたします。オフェンスチームは先ほど申し上げました通り得点の選手しかパスは取れません。厳密には背番号 50番から79番の選手はパスを補給できない資格の選手となっております。この選手は基本的にはそのパスが補給できない位置のポジションであるオフェンスラインに配属されますが、状況によってはこの選手たちがボールを持って走っても構いません。現在その権利を生かしましてクォーターバックに55番の選手が入っております。レフェリータイムアウト終了します。さあレフェリータイムアウト解けまして試合再開です。大兄弟自陣36ヤードからファーストダウンテイ、パス不成功。ここで左に展開したワイドレシーバー88番にパスを投じましたが、88番このパスオーバースローでパス取れませんでした。ダウン1つ進みましてセカンドダウンに変わります。さあここで富山大学ディフェンス陣踏ん張りどころです。大兄弟ボールオン自陣36ヤードからセカンドダウンテイ、クォーターバック55番左に展開したワイドレシーバー0番にパスを投じました。ゲインは約4ヤードです。キャッチした段階で富山大学対応しましたのでゲイン4ヤードでとどめました。大兄弟自陣40ヤードからサードダウン6、ハンドオフを受けましてそこから中央にカットイン、相手のディフェンスの隙を抜いて一気に独走しまして攻撃権更新です。大阪教育大学ファーサー、素晴らしいランを決めました。大阪教育大学34番は松本、松坂高校出身、2回生。大兄弟相手陣32ヤードからファーストダウンテイ、さあ再び中央へのランプレーを重ねます。34番タックル受けながらセカンドへ元で約3ヤードのゲインに変えました。34番松本、ここに来てエンジンがかかってきたようです。大兄弟相手陣29ヤードからセカンドダウン7、さあここで富山大学ナイスです。再び中央のランプレーを敢行しようとした大兄弟、しかしここでディフェンス79番を筆頭にディフェンス陣殺到、このランプレーを阻止し3ヤードロスを奪いました。
素晴らしい対応をしまして、このロスプレーを見ましたのは富山大学の79番の小瀬子、津高校出身の3回生。代表代サランテ、ここでクォーターバック55番左方向に展開しスクランブルを敢行しましたが、しかしこれは富山大ディフェンス見事対応しましてフォースダウンに持ち込みました。代表代フォースダウン5でパントフォーメーションを選択します。ここでスペシャルプレー、代表代ここでトリックプレーを投入しました。パントフォーメーションをいきましたが、ここで手前にいるブロッカーに直接スナップ、ブロッカーが今日つくように中央へのランプレーを展開し、その意表をついたランにより攻撃権更新を果たしています。大京大ファースターパントにより攻撃権を譲渡するかに見えましたが、ここで裏をかきまして攻撃を展開しました。この相手の木を照らった攻撃になりまして、大京大攻撃継続し相手陣6ヤードに入ってのファーストダウン2ゴールに入ります。残り4回でこの6ヤードの攻めに入りました。ここでクォーターバック55番そのまま中央突進、その体を生かして一気にエンドゾーンに飛び込みましてタッチダウン。大阪教育大学6点追加となりました。素晴らしい判断でタッチダウンを上げましたが、大阪教育大学55番の山上春日岡高校出身の2回生、そしてタッチアウトのワンプレー、トライフォーポイントに入ります。このキッカー44番菅原見事決めまして1点追加、大阪教育大学13点、北陸合同0点となりました。富山大学のディフェンスユニット、ここで踏ん張りを見せましたが、しかし手だれであります大京大、ここでトリックプレーを見せまして一気に得点を追加する形に成功しました。その大阪教育大学のキックオフで試合再開となります。さあリターンユニットは先ほども高リターンを見せた福井県立大学ユニットが入りました。先ほど同様これを逆にチャンスとすることができるでしょうか。大阪教育大学キックオフ、13番リターンに入ります。これも空いている、しかしここでホイッスル、素晴らしいリターンでしたが、しかしわずかにサイドラインを踏んでおりました。その踏んだ位置までの前進という形でこの位置からの攻撃と変わります。しかし福井県立大キックオフリターンユニット素晴らしい活躍を見せています。福井県立大学ここで攻撃チームそのまま投入しました。ボールオン自陣29ヤードから北陸合同ファーストダウン10、
さあまずランプレーを投入しましたが、これは大兄弟ディフェンス陣が踏ん張っております。ノーゲインでセカンドダウンに変わります。白熱した攻防ですが、前半の残り時間が残り2分を切っております。北陸ボールセカンドダウンテ、パス不成功。ここでクォーターバック1番は右にスプリントアウトしてパスを投じようとしましたが、ディフェンスのプレッシャーありパス不成功となりました。ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。なお前パスが失敗した場合はそこで一旦時計は止まります。したがいまして前半残り時間は1分24秒。北陸ゴールサードダウンテ、福井県知事はパスによって攻撃打開を図りましたが、このパスを取りましたが大阪教育大学のディフェンス陣、インターセプトにより攻守交代となります。攻撃権は変わりまして大阪教育大学になります。ターンオーバー。残り時間1分16秒で大兄弟の攻撃に変わりました。ボールオンは相手陣27ヤードから大兄弟ファーストダウンテ、しかしそこに富山大学ユニットの84番を猛襲しました。キュービーさん大きくロスオーバーに成功しました。ここで大阪教育大学前半2回目のタイムアウトを取りました。前半1回目です。素晴らしいラッシュでキュービーサックを決めましたのは富山大学84番の町田、水口東高校出身の2回生。キュービーサックはランプレーと同じ扱いでランが中で倒されると時計が回り続けます。時間を確保したかった大兄弟、ここで2回目のタイムアウトを取りました。そのタイムアウトを解けまして試合再開になります。前半残り時間1分5秒で大阪教育大学セカンドダウン24。クォーターバック55番プレッシャー大中、ワイドレシーバー22番にパスを通しまして前進となっています。しかし攻撃権更新には至っていないため、チームターンアウト。ここで大阪教育大学前半2回目、大阪教育大学ここでタイムアウトを入れました。タイムアウトの残数はどうやら2回のようです。従いまして大阪教育大学残り1回ということになるでしょうか。試合再開です。大兄弟サードダウン2パス不成功。ここでクォーターバック55番、右に展開したワイドレシーバー1番にパスを投じましたが、このパスコース合わずパス不成功となりました。フォースダウンに変わります。
第9代フォースダウン2キックフォーメーションフィードボールトライに入ります。キックレングスは36ヤード。このキックはショート、フィードボール失敗により無得点で攻守交代となります。どうやら北陸合同は各シチュエーションに応じまして大学のそのポジショニング割合を決めているようです。通常のディフェンスユニットをこのシリーズは富山大学、そしてスペシャルのシチュエーションは福井県立大学が務めているようです。さあ攻撃権は変わりまして北陸合同になりました。福井県立大学ユニットがこの攻撃に入ります。ボールオン自陣20ヤードからファーストアンテ、パス成功、ファーストアン。ここで中央に飛び込んだ LC は18番にパスを通しまして福井県立大学北陸合同チーム攻撃権更新です。北陸合同ファーサー、チェーンがセットされますと再び時計は回ります。北陸合同ファースターアンテン、まもなく前半残り時間30秒を切ります。パス不成功、再び中央に走り込んだワイドレシーバー18番がターゲットでしたが、このパスはオーバースロー、パス不成功に終わりました。パス失敗ですので時計はここで一旦止まりまして前半残り時間18秒となっています。北陸合同セカンドダウン10、前半残り時間は18秒。プレッシャー見ながら左にスプリンダーとし、ワイドレシーバー18番にロングパス、競り合いになりましたがこれはディフェンスが踏ん張りましてパス成功にとなっています。時計止まりまして前半残り時間8秒。北陸合同自陣40ヤードからサードダウン10、前半残り時間は8秒。1番左方向にスプリンターとしまして、そこが外へ出ました。さあ出た段階で本来では時計は止まりますが、その判定どうなるでしょうか。第2クォーター終了、ここで前半残り時間がなくなりました。前半終了となりまして北陸合同チーム0点、大阪教育大学13点で、大阪教育大学2タッチダウンリードという形で前半終了となっています。